背番号20番、フォワード、峰和樹です。背番号24番、ニャン・イルミです。背番号28番、村本智樹です。次のホームゲームは8月21日、水曜日、19時、キックオフで。松本山が、FC と、この日は松本富山岐阜の合同企画トップオブキタールアルプスの対象試合です。3クラブ同士対戦成績により順位を決定します。現在3クラブともに勝ち点3で並び負けられない戦いとそして今シーズン最後平日ライトゲームということで今回ナイトゲーム特別企画ビッグリーグベースを行います。ビッグリストの1臨時直行バスが無料だって本当に。しかも通常片道250円の富山駅からの臨時直行バスがなんと無料だって、うん。さらに2人以上ご来場で当日券が半額だ。そうだな。しかもさ、2人以上でチケット売り場にお越しいただくと当日券を半額で販売するんだって。ご家族や職場の仲間カップルで来た日お越しください。ゆくりのさん、町本さん、いらっしゃい。できんじゃん。できんな。そしてさ、対戦相手に違うんで、うん、松本という名のお客様は A 自由席のチケット500円で販売するらしいよ。松本さんはチケット売り場に生活松本であることが証明できるものを持ってきてくださいね。リクエストの4まだ間に合う。後半からの観戦チケット500円。お仕事で試合開始に間に合わないという方も安心してください。よ、後半からのチケットも後半からのチケットも500円で完売お販売いたします。チェック、ぜひ仕事帰りにお立ち寄りください。できるか。グッズ情報お知らせです。まず紹介するのはこちらポンチョです。今まで品切れだったポンチョの M サイズと L サイズをついに入荷しました。少しデザインが変わっているので今使っているポンチョが古くなってしまった方、新しいポンチョが欲しかったという方、ぜひお買い求めください。そして今回なんと前見ていい？ジュニアサイズも登場しました。
まあ、小さなお子さんやっぱ着るとね可愛いんで、ぜひ、親御さん買ってあげてください。よろしくお願いします。続いて新商品グッズを紹介します。新発売のグッズはこちらです。手作り風鈴です。今の暑い時期にぴったりの新商品です、うん、お家のベランダや玄関に飾って手作りの片割り風鈴の涼しげな音色を楽しんでください。ください、ください。そして焦げ口拓也選手の J1、J2 通算200試合出場達成記念フォトフレームの受注販売を行います。セレッソ大阪、ジェフユナイテッド千葉でプレーしていた時の写真も入っていて、直筆サイン入りです。ホームゲームでの受注販売の受付は今回と25日だけですよ。ぜひこの機会にお申し込みください。いつも応援ありがとうございます。ありがとうございます。いつも皆さんの応援が僕たちの励みになってます。次のホームゲーム8月21日水曜日19時キックオフの松本山雅 FC 戦は最高の雰囲気をいつも通り作ってください。絶対に僕たちは勝つんで、なあヘジュン、みんなで勝ってやるよ。では喧騒で。びっくりした。びっくりびっくりしたびっくりしたびっくりしたじゃないびっくりしたのさ。いらっしゃい。松本山が FC と対戦します。ちっちゃい声がちっちゃいんだよお前さ、声がちっちゃいの。いや絶対いいよ、絶対いいよ。